で、指先のこの小さな点を結構こだわってつけたんだけど、子供にも見せるんだけど、こうやって、ギューってやった後、弦の跡が親指側につきますよね。指のてっぺんじゃないでしょ。大人の人にはよく言わないとね、立てて押さえてくるから、こういうふうに。で、それで手が痛いって訴えてくるの。けど、こう、寝てないからだよね。これは手として想像して、こうやったときって、こうなってる感じね。これが普通の、こうやってんだけど、バイオリンを持つってなると、こうねじるから、だから、こういうものがこうなる。で、大人の人がよく訴えてくるのは、ここが痛いって言いません。ちょっと立てすぎてるから。握って持ちすぎてる。こう。こうじゃないね。こうじゃないよね。寝る。